ビリニュスの戦い、またはビルナの戦いは大北方戦争中の1702年4月16日、リトアニア大公国の首都ビリニュスで正規した戦闘。ビリニュスがスウェーデン軍にたやすく包囲、占領された後、リトアニアの大ピサシュノルドビク・コンスタンチ・ポチェイは、軍勢3000歴襲を仕掛けた。スウェーデン側もカール・グスタフ・メルナー率いる。 軍勢3000と同程度の軍力であり、ビリニス市内で待ち構えた。ただし、病気により、実動部隊は約2500人である。例えば、ガラ連隊は元は1200人だったが、戦闘直前には740人しかいなかった。攻撃は撃退され、ポーランドリトアニア軍は100人と、大砲二門を失って撤退、スウェーデン軍は五十人が戦死した。その後、 ビリニュスは、メルナーガガール12世紀のタイアウグスト2世戦役に、加勢するために離れるまでスウェーデンの支配下に止まった。その後、ビリニュスは、スウェーデンのカールグスタフ・デュッケル将軍によって1706年に、脱回された。ありがとうございます。